的な道具技の駄菓子と言います。今日の道具レビューはまた買ってきました。ここのところね、3連続坊主をやらかしてまして、その坊主のストレスを全部、道具を買うことによって、スレで消化していくっていう、そのスタイルで、やっております。見ていきましょう。防水。水に強い構造。ウォーターガード18。水の購入をパッキンでしっかりガード。これ、海釣りでも使えるな、これ。ウォーターガード。ごめんなさい。お!いいね。ここにハサミと、ちょっと、いっぱいね、いつもね、ルアーは持っていくんだけど、使うの決まってるんでね、本当に使うやつだけちょっとこの中に入れて、パーッと歩いたり。しかも防水なんで、ここのゴムが効いて、錆びにくいと。これ使っていこう。はい。どんどん見ていきましょう。で、まだ買ってる。防水構造、ウォーターガードナンバー36。これいいね。こういう感じでやって、釣りに行って楽しんでるイメージ。お!いいね。パッキンで、これは、ここは、があるじゃないですか。パカッとここにはめるんですよ、こうやって。ここをはめることによって。うわ、いい感じで。いいね。ここは多分、ここ、こういう風に。こうか。なるほど。これで、かさばるやつ、立体的にかさばるやつもこうやって、きちんと、やれて、しかもガチッと。あれ、しまら。はい、ちょっと勉強し直します。もうストレスなんだよね、坊主っていう。坊主の怒りで、またね、ショッピング。これで怒りを、自分の実力のなさをこれでごまかしていくスタイル。典型的な道具バザーのね、ありがちなパターン。これが。はい、デュエル。ハードコア。1.55X4 と X8。X4 と X8 でね、やっぱ X8 の方が編み込みが8倍なんで、ちょっと値段がいいのかな。これは釣れるよ。これいいよ。いいわ。いい。いいと。これも、はい。これは2号の方。はい、次に。はい。これも、はい、こんな感じ。完全のもうね、道具バザーとしてやってきますんでね、今後ね。はい。なんだこれ。これひるんだよ、デコイが。釣り行くたびにね、もう5、6本寝がかりでなくしちゃうからね、一回、朝からね、朝6時からね、ぐるんと12時間やるとね、5回ぐらい寝がかりしちゃって、まあ、一回釣り行っただけで5本もなくなっちゃうから、もういるんだよね、これ。これは。はい、次。あ、これすげえわ。なんと、ウォーターランド。ジム、村田さんの。これ多分強いな、これ。このスナップは強いな、これ。シルバー、スーパースナップ。これ世界記録出れる、取れるやろ、これなら。はい、次。釣り名人、アロンアルファ。これ結構重要。アロンアルファって大活躍する。本当に、2つ買いました、調子に乗ってね。はい。道具バザーは2つ買います。はい。はい。これも、ヒロフク。次行きましょう。とりあえず。あー、来た。値段は秘密。951円。はい。これは強いからね。3D! ウェイクバイト。これ 70mm のが俺ね、好きなんだよね。16g あるから飛距離も出るし、これトップ系の形で、この 3D はめちゃめちゃ、もうね、これで釣れたらね、価値が10倍になる。本当に。嬉しいの。なかなか反応ないんだけど、たまにドーン出るからでかいのが。はい、ちょっとこれ変わったね、ルアーなんで買ってみました。ラッキークラフトルアーっつって、リップがついてて、泳ぎが変わる。B スイムトリガー70、酸欠ワカサギ。はい、こんな形です。酸欠ワカサギ。へぇ、ちょっと変わったルアーだな、これ。ねえ、ここの口のところがこんな感じ見える。ちょっと変わった形状で、しかもこれの気になるのが、ここの部分、世界基準の部分。なんか変なとこに突起がついてて、その下にこれでキラキラ攻撃。キランキラーンって。まるでスピナーベイトのようなキラキラキラー。そしてこの形状。これちょっと気になったね。うん。これはちょっと最強ミノーになるかもしんないな、俺の中で。これはやばい。うん。ちょっとこれ釣れそうだね。病気ですね、自分ね。もうスピンベイト
秒ですね。スピンベイトを見た瞬間に買ってしまうっていう。スピンベイト。スピンベイト。スピニングモデル。スピンベイト80。はい、どんどん行きましょう。次は、スピンベイト80のこのカラー。はい。そして、大きだな、もう。スピンベイト80のこのカラー。はい。次は、来ました。世界最強のクランクベイト、ヨウズリの 3D クランクっぽい 3DB のやつ。これ。これいいからね。シャロークランク。これ釣れるんだよ。あー、これ釣れる。これはやばいよ。3D。これでこの間俺ね、一匹釣ったよ。3D のこの身の。3DS シャッドウ。うん。これ、シャローランナー。6グラムでこんな感じで。全然釣れる、これ。こんな。ちょっと音するけど。入ってるね、なんか。これ強いんだよね。もう魚にしか見えない動き。3D は強いよ。うん。さっきのね、今年一番活躍してくれそうな。11月はこれ入れ食いだろうね、これ。これはちょっと本当に、ちょっと気になる商品。うん。そして、ソフトブレイク。フォーミオウォーターメロンで410円でお得みたいなね、どっかで見たこと、カットテールもどき。カットテールもどきソルトイン。おそらく釣れてしまうカットテールと変わらない。はい。これは前買ったやつだね。ちょっと前買ったタックルベリーで買ったやつ。これは、なんだこれ。スモールクラウド。はい、次。クレジットカードでガンガンガン買っちゃう。これ病気ですね。はい。もう買ってしまう。後先考えず。酔い腰の金持たない。坊主こいたらその怒りをね、釣り道具にぶつける。ブレートクロスワカサギ。これが道具バザーのね、長所。うん、道具バザーはもう道具で釣ったことに変えちゃうから、消化しちゃうから自分の中で。来ました。G クラック。ヤーマンスティック。ヤーマンスティック、これ初めて買いましたね。水上最強のフォールアクションの際にボディが全体が生めかしく動く。ヤーマンスティック。あ、こういう形。お。ちょっとこれ気になる素材だな。お。良さそうだよね。まあ、ストレート系のアームってまあ、どれもいいんだけど、やっぱり、ものによって微妙に差は出ると思うんで、時にはちょっと気分転換に。これまだ投げたことないんですけど、まあ何でもね、コリゲでも、ワッキーでも、ね、ノーシンカーでも。何でも汎用性効きそうだね、これ。これは釣れそう。G クラック、ヤーマンスティック、メイドインジャパン。SF マテリアルだから、うん、いい匂いしてるよ。はい、そしてこれはね、世界最強、バイジュシュリンプ。はい、次。メガバスカスタムワーム。ドットクローラー 4.8 インチ。ドクロは強いからな、これ。釣ったことないけど、またこれで。これちょっと今度投げてみよう。はい、次。あー、これ釣れた。ヤーマンスティックの色違い。これは強いだろう、おそらく。はい。次は。はい、これバイジュシュリンプ。はい、次は。あ、ダークスリーパー。はい、次は。あ、まだこれ買ってる病気ですね、自分は。一回好きになるとガンガン買ってしまうっていうね。持ってるのに買ってしまうっていう。はい、これが道具技です。はい、次。D ゾーンフライ。これ、YouTube で釣れるって聞いたから買ったんだけど。D ゾーンフライ、4分の1オンス。これ釣れるって俺、まあ投げないからね、あんま釣れないんだけど。スモールワームに釣り勝てる。ハイバランス超小型スピナーベイト。YouTube 情報によると、スピナーベイトの中でもちょっと小ぶりで、めちゃくちゃ釣れるという。めちゃめちゃ、食うときは本当に反応がいいらしい。まあ、釣れるときのスピンベイトみたいなイメージだと思うよ。もう入れるたびにバイトがあるみたいな状態になるっていうか。で、小ぶりなんでね、小バスもガンガン釣れてしまうっていう。最強、スピナーベイト、ディーゾンフライ。ん？来ました。世界最強のワーム。イモリッパー。何でも世界最強と言って申し訳ないです。はい。飛距離抜群、イモリッパースリム。3.8 インチ。これはブルー F。色違いだね。これ俺結構ね、こういう芋系のワーム、山線香系のワーム好きなんですよ。うん。ちょっと匂い嗅いどくわ。ああ、いい匂い、いい匂い、いい匂い。まあ、まさにちょっと太い山線香っぽい感じだけど、形状がちょっと盛り上がってる感じ。で、尻尾がクリクリだから、こう止めで動くみたいな。
これイモリッパー釣れるだろうね、うん、ちょっとこれ初めて買ったんでイモリッパーもちょっと投げてこうかな。あ、これ釣れるな、イモリッパー色違い。そしてこんなもんかな。はい、これが強いんだよ。 3B が 3D プリズム、これも出たら40アップ、もう30以下のバスが釣れにくい。もうこれで釣れるとね、サイズが出ちゃうんだよね。ああ、ひたすらこれ一日投げ倒してみて、みんな。結構でかいの食いついてくるから、ドーン。な、これはさっきの色違い。これは半年前に買ったやつですね。ラパラの中古ルアー5、540円。これラパラさんにいたけど、500円で売っていいのこれ。1万円ぐらい価値あるルアーな、これ。ほら。まずこっちから見ていこうか。ラパラのダウンディープラトリンファットラップ。うん、これ本当に、これね。ラウリラパラ、うん、ハンド、これすごいらしいよ。って言ってあんま投げないんだよね俺。結構ヨウズリュウがよく投げるかな俺。あの 3D クランクとか 3D ミノー最近よく投げるかな、うん、これはあんま投げないんだけど釣れるんだよこれ。ちょっと一回これ投げ倒すのもいいよね。ガーッガーッと朝からまあまあ手がちぎれるまで釣れるまで投げ倒したら多分でかいのが、あの投げないと釣れないんでね、うん、で結構ね、あの 俺なんかもう本当に決まったワーム決まったルアーばっか投げちゃうの。バカの一つ覚えで。だから時にはいろいろちょっとこれ普段投げないようなラパラの中古で買ってきたこの500円だけど540円なんだけど、こういうのも結構ガンガン切ってしまうんじゃないだろうか、このカラー。ただね、ラパラのこのルアーに関してね、重みがないからね、あんま飛距離が出ないんだよね。うん、なんで、おかっぱり変えるときに、ああ、もうちょっと飛距離出したいな、みたいな感じがするんで、だからあんまり使わなくなるっていう、俺のパターン。なんで、ボート調校とか行ったときだったらね、パーンパーンと手返しよくこれで攻めてくるみたいな。うん、結構自分はな、あの、おかっぱり、琵琶湖の場合、おかっぱりがほとんどなんで、あの、ボートも行きますけども、おかっぱりがほとんどだから、おかっぱりだと飛距離があんまり出ないっていうところがあって、あんまり使わない。で、スピンベイトはめちゃくちゃ飛距離出るから、どうしてもその飛距離が出るルアーばっかり投げてしまうっていうね。ということで、今回まあこんなもんですかね。はい。あとまた、まだ道具バザーね、また今後やっていきますんで、道具紹介、もう全力で、坊主の旅に大人買い、やっていこうかなと思ってます。うじゃ。あー、これ忘れた、これを。最後にこれ。わかるかな。これで近いうち6。65、いや、60後半取るよ、これで。これ。これはやばい、スタッカーワイド 3.3 インチ、ダークオリーブ。色違いね。グリーンライトギル、スカッパなんと。これでね、ちょっとでかいの取りたいかなと。うん、これ強いだろうな。先日コメントでね、高橋さん、スパイロンがめちゃくちゃ釣れますよと。スパイロンも、おそらく俺ちょっと持ってないんだけど、スパイロンも釣れると思うよ。うん、こういう系統のね。ただこれね、でかいの食うんすよ。うん。でかいの食うんすよ、これ、ノイゲで。だからわざとちっちゃいバスを避けさせて、俺これギルって言ってるけどね、ギルと思ってないんじゃない?バス。どう?俺バスはね、棚ごと間違えてんじゃねえかな、これ。この形は。どう?ギルと思ってないんじゃないかな、これ。棚ごとか船とか、オタマジャクシがでかくなったみたいな。バスに聞いてみないとわかんないけど、お前何に間違えて食べたって聞いてみないとわかんないけど、これ棚ごみたいなイメージな。ボリューミーな。うん、まあ、ブルーギルっていうか、反転したのがビギルっぽく見えるのかな。ちょっとこれ、こう、ただこうじゃないからね、泳いでるの。こうじゃないからね、あの、こういうスタイルでホールするから、これだと何だと思って食べてんのかな。なんだろうね、バスに聞いてみてみんな。